はい、どうも、ルーです。音が大きい。音が大きい。音が大きいよ。音響さん、今何してんの、音響さん。はい、OK。さて、あ、仲間にならなかった。くっそ。はい。こんなことをやりたかったわけではなくて、とうとうね、まとめてガチャを引くことができるようになりました。で、なかなか、連続でできてなかったからっていうのもあるんですけど、いやー、ガチャ、とうとうやっていきます。で、本当はね、カリスマ制動装備がこれでしょ？伝説の装備、王じゃんけんか。あれなんだよね、本当は魔法、回復魔法が欲しいんだよね。いまだに光のタクトなんですよ。光のタクト、これはしょうがないのかね。じゃあ回復魔力を上げるしかないか。そうだね、そうしよう。じゃあちょっとまずは龍神を引いていきますか。いや、伝説の勇者召喚剣、若干どうでもいいやつを。これね、スラクトとかも出てきたことないんだよね。はいはい、銀世界もう本当ないっすね、俺には運が。パリーブ、オチュアール、パリーブコラボでオチュアールの剣とか取れんの。すげえ、パリーグコラボ。さあ、じゃあ龍神を行きます。これ水ながごろもあれかな、回復魔力上がんのかな。回復魔力もうあれか、頼っちゃダメか、装備に。装備にた、痛い痛い、ごめん、なんでもないです。龍神王、これは欲しいね。ドラゴンソウル、元の剣は貫突じゃない、回4まで行ったので、なんとかギガスラッシュ回が使えるようになったので、全体攻撃はまあ OK、 でも単体攻撃はまあそんなにないなーっていうところ。 255% って書いてあったしね。で、龍神王は530、龍騎最大時さらに上がると、龍王の力。あ、戦後なぎ払いっていうのもあんだ。なるほどね。今更かよっていうこともあるかもしれないけど、それは、やったりやらなかったりしてるからです。ご容赦ください。さあ、福引きで引いていきましょう。来た！かよ、クラフト、スラクト来い！スラクト、やったー！行こう！よし。光の杖。ん？これはなんだ？初めて出た。なんですかね。でも、今のやつ来てるから、スラックと来てるから、まあ、来ますよね。ピックアップ装備。
お願いします。うっぼっ、うぅ、友人の盾。武器は良かった。竜神王の剣。はい、スキップ。でもまあ、持ってないよりいいしね。守りの盾が使えるんだ。あ、そりゃそうだよ。ノルマゲスへのダメージ 10%。 あ、ミラーシールド。あ、連続性ダメージ。あ、これはいいかもしんない。50% 以上の、ヒットポイント 50% 以上で、致死ダメージに。ああ。なるほどね。根性があると。わかりました。光の杖。マヌーハ、ベギラゴン、カイ、聖なる雷。くっそ強えじゃん。なにこれ。聖なる雷。聖なる雷で、聖なる雷で敵一体に電属性の呪文特大ダメージを与える。すご。ベギラゴン、カイ。地獄の火炎で敵全体にギラ属性の呪文ダメージを与える。何パーセントだよ。マヌーハ、仲間一人の幻覚を直す。あ、まあ、いいの当たりましたね。俺の魔法戦士に装備できるな。結構最近の武器なんだろうな。あんま覚えてないけど。さあ、俺はここでどんどんジェムをぶっ放していきます。おっ。最初からさ、虹来てたことないんだよね。あ、来た。 OK。 今日はいい。いい日、カニ玉。さあ、わしに、美味しい、カニ玉を食べさせてくれー。ゴー。あー、光のタクト。くそ。まあ悪くないよ。トッツは進んでないから。うん。うん。プラスに見よう。プラスに。はい。プラスプラス。マイナスではない。来い来い。あー、また銀世界。やめて、銀世界やめて。あー。あ、あった。神。神はこの世の中にいる。いやー、ちょっと頼むよ。追加。いけ！うっ！ライトニングダガー。結構さ、あ、持ってないやつ出てんね。これは盗賊用かな？ライトニングタガーレベル1。そうだよな。ナリコー、回し蹴り、マヌーサ、スピニングブラスト。爆発を起こす斬撃、切り上げで、敵一体に、コウ、マ、複合威力 180% の異様属性斬撃ダメージ。すごっ。電気を帯びた刃で切り裂き、敵全体に高魔複合、ま、複合威力の 150% のオーディ。あ、いいね。これもしかしていいんじゃない。さあ、あと2回。ちょっと待って、一回戻ろう。俺は竜神王が欲しいんだ。その気持ち伝わってるよね。課金すればやるよって、悪魔の叫びが、悪魔の囁きが聞こえるけど、屈しないぞ。さあ、行け！今んとこ虹が出なかったのは、一回だけ？聖女の、じゃあ、勇者王だね。はい。お願いします。匂い袋ゲット。おし！ピキュピキュ、キュッ。おしおしおし、キュピキュピピッ、パッ、ピッ、ポッ、パッ。オッケー。何言ってるか全くわかりません。
退させてくれ。期待させてくれ。ちょっと待って、充電が切れそう。まあ iPod の方がね。よいしょ、はい、次だ。えっ、龍神王の剣。あうー、惜しい。龍神の鎧上。でも龍神は出てる、確実に出てる。チャンスなしではない、ノーチャンスではない。あと1回しか引けないんだけどね。あー、やっこれも電員属性あげんのか。じゃあ今の武器出なかった時も、まあ、対応できるね。ラスト、ラスト10連ゴッ。こういうので滑るんだよな。ほら。ほらね。ほらね。ほらね。畜生、期間内にチケットまた集めて勝負してやる。待ってろよ、龍神王剣。絶対手に入れる。タイ。はい。というわけで、私は新たな装備として、外貨の鎧上のが多分強いと思うけど、龍神王、そして、龍神王の盾、龍神の盾、ゲット。で、ラーミアの杖。ラーミアの杖から、これなんだっけ、メタルソーレン液とか使えんだ。あれどれだっけ、光の杖。で、バロックエッジから単体だもんな、戦列ラッシュバース。まあ、ちょっともう古いんでね。ライトニングダガー。OK! これで、あとは心調整して、なんとかなるでしょう。今回の イベントはね、しっかり走り切りたいんで、頑張ります。というわけで、また、お会いすることもあると思いますんで、ぜひ、よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価。お疲れ様です。